Welcome back to my channel. 今日は用事があって今からアラモアナショッピングモールに行くんですけど、たくさんの方からターゲットってワイキキ付近ないんですかっていう質問をいただくんですね。アラモアナショッピングモールにターゲットが入ってるんですよ。ずっと結構前の動画でもお話したことがあるかと思うんですけど、アラモアナショッピングモールに去年だったかな、一昨年だったかな、できたんですね。アラモアナショッピングモールに行ってくるので、ついでにターゲットツアーをしてみたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。それでは Let's start。 ついに着きました。 Hi Hi Are you ready, Skylar? Yeah. Let's go. 今うちは車止めたがやけど、ここ子供の遊び場があるところ、ターゲットいろいろ入り口があるがやけど、3階の入り口のところにいます。 OK、 じゃあ行きます。今日はちょっと買いたい欲しいものもあるので、ここにいつもの安いやつがある。え、すごい Get 3 Get 1 Free だって。あ、かわいいランチョンマット、プレイスマット、かわいいじゃん。あ、これがある、かわいい。いつも似てるの持ってるけど、これは3ドルだって。ここかわいい、マーブルチックなのもある、かわいいね。こういうのもある。あ、カップもあるじゃん、かわいい。これも3ドル。え、これかわいい、いいじゃん。 We should make coffee station. The dice says, take a sip. Truth? Funny story? That's fun. パンパチョウもあるよ、スカイラ。Yeah! すごい、好き好き、じゃあこれにしようか。いいよ。じゃあそれと、あ、もう使う。え、いいじゃん、これ。There you go.When we go to the beach, we can use this. Cause his shoulders aren't wide enough. I mean, you need to tie it. いいじゃん、かっこいい。There you go. Ta-da! Super Skylar. あ、これかわいい。セラミックじゃん。え、かわいい。はい、子供の服がいっぱいあります。ターゲットは本当、かわいい子供の服がいっぱいあるのでおすすめです。女の子は特にいっぱいある。かわいい、こういうのかわいい。え、こっちにはコスメもあります。メイビリンとかカバーガールとかロリアルとか、あとシャンプー系とか日焼け止めとかも入ってすぐにあります。あ、水着、水着もハワイに売ってるので、かわいいの売ってるので、っていうか持ってこなくても大丈夫です。先に買い物行く方は、すぐに泳ぎに行きたいっていう方は持ってきた方がいいかなと思うがやけど、1日目を買い物したいですっていう方は、もしアラモアナショッピングモールから来られる方は水着も売ってます。ハワイアン系の子供のドレスとかも売ってます。かわいいね。こっちにもまだいっぱい水着がある。かわいい、あのフルーツのやつとかめっちゃかわいい。このアイスクリームめっちゃかわいい。日焼け止めとか、あと奥にトラベル用の洗濯剤、洗濯剤っていうけとか、歯磨きとか、なんかちっちゃいワイプスとかヘアスプレーとか、ちっちゃいトラベル用のがあります。まだこっちにも女の子が続いてるんやけど、女の子めっちゃ多い、本当に男の子の服が少ない。でもかわいい。で、このパンツとか7ドル8ドル、まあ、T シャツと10ドルとか、ジバンも10ドルやね。で、今の時期ちょっと寒いがやけど、冬の時期は冬服をちゃんと売ってるので、寒いなと思ってもこっちで買えます。パジャマ、あ、今 10% オフや。うち男の子やね。アロハシャツとかパジャマとか、お、めっちゃセールしてる。あ、水着、女の子の水着がめっちゃ可愛い。え、男の子の水着がない、女の子のばっかり。あ、ここやね、かわいい。男の子の水着は10ドルとか、上も10ドルやね。かわいい、めっちゃかわいい。ジュライフォースにぴったりやね、これ。あ、こういう感じのストローラーも売ってます。もし持ってくの忘れた方とか、こういう簡単にできる折りたたみができるストローラー、もちろん向こうにもうちょっと大きいお兄ちゃん用のものとかも売ってますこれシャークや、かわいい、かわいい長靴、ダイナソーになってる。あ、かわいい、ユニコーンのブーツ、かわいいね、レインブーツ。ここはベイビーやね、ベイビーもの、かわいい、ニューボーン、めっちゃかわいい。あ、こっちにもベビーストローラーある、ベビーカー。で、こっちがコスメで、こっちに行ったら
ベイビーグッズが売ってます。ダイパーとかシャンプーとかいろいろあります。哺乳瓶とか子供用のお皿とか、これかわいい、かわいいね。うん、これ使ってる、うん、うちがめちゃめちゃおすすめのマンチキンのカップ。 Yeah, big one for older kids. It's very nice. セットもあるからね、初めて見たこのセットのやつ。カイラはちなみにこの青のやつを使ってました。あとこっちにベイビーフードがいっぱいあります。粉ミルクとか、こっちにベイビーフードがいっぱいあります。こういうカップのやつもあるがやけど、こういうやつの方がスプーンなしでご飯あげれるからすごく便利です。飛行機とかすごいこれ便利。あとスナックとかがいっぱいあります。ここベイビーのベッド用品がいっぱいあります。そうだね、ベイビーこれいるね。あ、いいじゃん、ワイプスをここに入れれるから便利やね。あ、ほんとに、いいじゃん。うわ、ゲップしたってミルクがこぼれちゃったった。パッシャシャッ、パパッとできるね。 Yeah, and スーパーダッジ。 And if you're used to it, you can タッ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 。 No problem. Super quick. Super easy to get to. Yeah. Oh, I might wanna get the cover for the new baby. この同じ形持ってるんやけど、カバーを変えたいな。これかわいい、ベイビーのチューイントイ。これかわいい、見て、パイナップル。これ手にはめるんやって、こうやって。で、もぐもぐできるんやって。え、めっちゃかわいいやん、これ。え、すごい。かわいい。カップケーキとか、フラミンゴとる。そうだね、ベイビーのおもちゃだね。スカイラ、今度ベイビーにおもちゃ買って、選んであげようね。いっぱいあるね。あ、いいじゃん。ショーマミ。あ、かっこいい。You want to see the different colors? ここ。はい、こっちが男の子とかの服のところで、すぐここにチョコレート、お土産がいっぱいあります。チップスとか、食べ物がこっちにあります。ビーフジャーキー。うわ、チョコレートいっぱい。シリアルとか、コーヒーとか、うん、お酒もね、もちろんあるよ、飲み物も。何買うの？あ、大好きトルティーヤあります。あとアジアン系もここにある、ライスとか。こういうのだったらホテルに泊まってる方とかだったら使えるんじゃないかな、こういうパックのやつ。これが5ドル69で、1つやったらこれが2ドル49。海苔とか辛ラーメン、カップラーメン、あ、味噌スープとかもある。あとキムチの素とか、あとレトルトのカレーとかもある。あとこっちに普通の食材、フルーツとか冷凍用品とかがいっぱいあります。あ、こっちにパンもあります。パン系、食材は3階やね。ホールフーズみたいな感じでカートだけが上とか下に上がれます、行けます。イエーイ。2階です。ここにはあっちにスターバックスとか、男性、これは女性と男性の服がいっぱいあるね。来たー、かわいいロンパースがある。シャンペーン、プリーズ。Yeah, yes, please. かわいい。なかなかターゲットはかわいいのがいっぱいあるよ。あ、前に紹介したけどこのサンダルもターゲットだし。あれ、スカイラーは？ Where's Skyler? Where are you? どこ行ったかな。見つけた。何やってんだ。女性服の横にチップ・ジョアナのマグノリアコレクションがあります。全部かわいい。こういうのかわいいね。こんな感じでやったらかわいい。ちょっと違うけどテイストが。あ、この葉っぱ欲しい。全部かわいい、おしゃれ。かわいいしか言ってないがやけど、
でも本当に可愛い。こういうので全部揃えたいけど。おしゃれおしゃれ。わあ、こういうお皿もめっちゃおしゃれ。これ可愛い、形がめっちゃ可愛い。このお皿、このお皿が6ドル99だって。ママするでね。可愛い、めっちゃ可愛い。あ、私が欲しかった花欲しい。このサボテンとかもめっちゃ可愛いやん。ピロとかも可愛い。壁にまだ全然絵がないからだからこういうの欲しいがやけど、いろいろ考えるとなんか買えない。こういう感じの日用品もあります。可愛い。バスケットめっちゃ可愛い。キッチン用にまた新しくこういうコンテナが必要なので買います。で、これ一つしかない。これがもう一個欲しかったんやけど、一個しかないからとりあえずこれを今日は買っときます。このドレス可愛い。妊婦の私でも着れる。これ可愛い。めっちゃ可愛くない？はい、待って。何見せてくれるの？ゆっくりゆっくり。ああ、ここか。スカイラのステージ。何歌ってくれるの、スカイラ？He will be a break dancer. 動きがすごい。もう本当ブレイクダンスやってますって動きが。 Soon he will spin on his head. お尻がかわいいかわいい。バスグッズ、お風呂グッズ、シャワーカーテンとかもめっちゃかわいいのがある。女性用の靴とかもここにあります。あとこっちはカバンとかアクセサリーとか。ここはハワイアン系やね。ドレスとかも売ってます。マタニティの黒いパンツが欲しいなと思ってるんやけど、黒って何でも使えるからいいよね。ここに水着関係があります。今セールしてる奥、結構ターゲットにも可愛い水着がある。しかも結構安いからいいよね。こういうワンピース可愛い。これ20ドルやって。あ、肩がこんなになってる、可愛い。こういうセクシーなのもある。あ、かわいい。なかなかかわいいで。うん、かわいい。あ、かわいい。トップは多分10ドルから20ドルぐらい。これとかは17ドル99。下が14ドル99。はい。はい、スニーキータック。ほら、このモデルさん着てる、さっきのしましま。かわいい。かわいい、かわいい。あ、これめっちゃかわいいやん。あ、後ろがレースになってる。こっちもかわいい。あ、かわいい。アロハ。トムとスカイラーは、おもちゃセクションにいました。こういうのもある。でもこういうのって100均で買えるから、日本で。携帯の防水のやつ。これは49ドル99。これはめっちゃいい。一回やったことあるけど、シュノーケリングのものとかも売ってます。20ドルぐらい。あ、こっちは25ドルぐらい。遊んでたゴルフ関係のものとかね、あります。目の前には男性のアロハシャツ、海水パンツとか T シャツ、サングラス、サンダル、まあ何でもあります。こういう可愛い T シャツもいっぱいある。インシンクや、懐かしい。あと子供の本とかもいっぱいある。アメクタのハラファン、いやいやよユニコーンとか可愛い。ディズニーの本とか。あ、これ買った。これコスコに売ってたやつや。お、16ドル99や。コスコ安かった。やっぱりいっぱいショッピングをされてお荷物が増えた方、スーツケースもございます。あと子供用のスーツケースも可愛いのがある。あ、セルフィースティックとか、あと電気の何プラグ、変圧器がもう売ってます。こういうの。テク系のものもここにあります。サムソンとか iPhone の
ケーブルとかもここで買えるし、まあ、GoPro とかね、テレビもいっぱいあります。今セールしやん、テレビすごい。65インチのサムソンが800やって、65700、へえすごい。旅行できた方はいらんと思うけど、ゲームとかプリンターのインクとか電池とかここに売ってます。何でもある。今ちょっとトイレしたけど、トイレ行きたいけどよくトイレってどうなってますかって質問もらうんですけど、ちゃんとファミリーレストルームとかあります。あと、あ、男性用の方にも見えるけど棚とかがあるのでおむつ替えできます。よいしょ、こんな感じです。ターゲットのファミリーバスルーム、だいたいこんな感じやね。赤ちゃんのチェンジングするところがあって、大人用のトイレがあって流しがあるっていう感じです。おもちゃセクション、スカイラン大好きなホットウィールズとかスーパーヒーロー系とか、こういう家族でできるボードゲームもいっぱいあります。今の子ってバービーとか好きなのかな、よく分からんけど、バービーちゃんもいっぱいあります。ハワイアンとかないから、マーメイドとかはあるけど、ハワイアンのとかあったら可愛いね。あ、スカイラの好きなパワーパトロー、あ、こんなのある可愛い。こういうベイビー系のやつとかもあります。可愛いね。赤ちゃんトイもある。あ、すごい、めっちゃ大きい。ドレスとか、あとここにハワイアンのお土産グッズがあります。昨日ボールかわいい、これ37ドル99もする、すごいね。え、こういうの、こういうのかわいい。ランチプレート、なんかワンプレートでかわいくできそう。これかわいい、ベイビーのプレートとかに使えそう。こんなもある。こういうのもあるよ、サルサとか。こういうデコレーションもかわいい。ウェルカム、これは15ドル50。こういう写真入れもかわいい。スターゲットには絶対スタバがある。タンブラーもかわいい。あ、パイナップルのめっちゃあるやん、ここかわいい。パーティーグッズとかカード系とかここにいっぱいあります。かわいい、このカップかわいい。このカップハローゴージャスだって。あ、こういう子どもの絵の具とか粘土とかも売ってます。こういうのって飛行機で便利やと思う。ペン長いけど色がつかんやつで、この紙だけに色がつくっていうやつ、この専用の紙にすると色が出てくるが、こういうのやったら汚れんし、車の中とか飛行機の中ですごい便利やと思います。すごい。え、こので怖くない、なんか手長くない、この恐竜すごい、ちょっと怖いね。ダッダッダッダーン、怖い。スカイラ、そう、誕生日に恐竜をもらって、結構恐竜は最近好きかも。前も好きやったけど、もっと好きかも。わー、 They're way better engineered than most toys. 怖い。わー、すごい、おもちゃいっぱいあるじゃん、すごいね。あ、これがいいの。スカイラ、やっぱりライトニングマックイーンが好きやね。わ、いっぱいあるね、うん、かっこいい、うん、おお、はい戻す見てすごいね、これなんか色が違う、なんかシルバーっぽい、なんかママこれアイロンマンだね。ターゲットのアプリをダウンロードしておくと、いろいろクーポンがあるので、お目当ての商品がお安く買える可能性もあります。ぜひチェックしてみてください。はい、
家に帰ってきました。で今回はアラモアショッピングモールに入っているターゲットに行ってみました。本当にターゲットは可愛い小物とか服とかあと化粧品食材何でも本当に揃うところなので、ぜひハワイに来た際、まあ、アメリカに来た際ターゲットに行ってみてください。あと私たちのハワイ生活は毎日インスタグラム、ツイッターでシェアしているので、まだフォローされてない方よかったらフォローもお願いします。この動画が良かったと思ってくれた方、あとまたハワイのお店などシェアしてほしいなと思ってくれた方、よかったらいいねボタンと、あとまだチャンネル登録されてない方、よかったらチャンネル登録もお願いします。それでは今回も見てくれてありがとうございました。Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye!